いつもご視聴いただきましてありがとうございます。プロの佐々木塾でございます。さあ皆様、いきなりなんですけども、日本酒は飲まれますでしょうか？日本酒っていうのはですね、年齢層が高い方が飲んでるイメージがございますし、若い方はですね、ちょっとあの独特な匂いがですね苦手だって方も多いんじゃないでしょうか。そんな方にこそお勧めしたいのが日本酒カクテルでございます。今回なんで日本酒カクテルをお勧めするのかというとですね、日本酒というものがカクテルベースとして非常に優秀というのがまずございます。それに加えましてですね、昨今のこの世界を取り巻く感染症によってですね、飲食店のみならず日本酒の酒蔵というのも非常にダメージを受けております。日本酒のお酒作りというのは本当に大変でございまして、日本人の先祖代々大切に受け継がれてきたものなんです。それがですね、今非常に苦境に立たされています。なんとかちょっとでもね、消費量を上げていきたいです。といったところで、今日はですね、皆様が想像しているのとはだいぶ違う美味しい日本酒カクテルというのを今日はご紹介したいと思います。非常にですね、簡単で美味しくてお家でできるカクテルレシピでございますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。そもそもですね、日本酒の酒蔵もですね、だんだん国内の消費量が落ちていく中で海外に活路を生み出そうとしました。最初はなかなか外国人の方も受け入れにくかったりとかするんですね。そこでいろんなバーテンダーがですね、外国の方にもまずね、最初親しんでいただけるようなカクテルレシピというのを作りまして、どんどんね海外でも広がっていったという経緯がございます。まず今回もですね、すき家に缶とか冷やでは飲めないって方はですね、まず日本酒のカクテルから入っていただくと。でカクテルから入っていただいて、そこからですね、だんだん味に慣れていっていただいて、最終的にはですね、冷酒とか熱燗っていうのを楽しんでいただけるようになったら、私としては嬉しいなと思います。はい、じゃあですね、まずそもそも日本酒は何かと。まず日本人でしたらですね、それぐらい覚えておきましょうといったところで、日本酒というのはですね、まず白米を蒸します。麹と水を加えて発酵熟成させていきます。そうやって作られるんですけども、飲むだけでなく料理の調味料としても使われます。またですね、日本酒っていうのは百薬の長と言われていまして、適量の飲酒を心がければ非常に健康に良いものとされています。はい、じゃあね、つらつら話しましたけども、本題に入っていきましょう。さあ、ということでね、日本酒カクテルを作るんですけども、一番大事なのはですね、自分が作りたいと思ったカクテルに合う日本酒を選ばないといけません。例えばですね、甘みを強調してカクテルを作りたいときは純米酒が合います。さっぱりした味わいにしたいときは本醸造酒が合います。もし独特の香りを楽しみたいんだったら原酒、フルーティーな味わいを生かすのでしたら大吟醸ですね。ただですね、もともと日本酒が苦手な方はいきなり吟醸酒とか大吟醸酒をベースに選んでしまいますと、日本酒の風味っていうのが非常に強くなってしまいますので、飲めなくなる可能性があります。なのでこの2つはですね、最初は避けた方がいいかなと思います。そういうことを踏まえまして、最初はですね、キレの良い味わいの本醸造酒か辛口の純米酒っていうのがカクテルには適していると思います。のでほとんどの日本酒カクテルのベースはこの2つが使われていると思っていただいていいと思います。で今回の日本酒カクテルベースを使わせていただきますのがこちらですね、マッタン正宗さんでございます。こちらはですね、アンカーがございます。愛媛県今治市の日本酒のメーカーでございます。愛媛の米と自社の抜き打ち水を使用して、本当にもう今治の地酒です。非常に美味しいです。こちらの山田の吟醸はですね、 JAL のファーストクラスで提供されております。こちらはね、山田正宗の八木社長には僕もね、いろいろお世話になっておりまして、こういったですね、アンカーとのコラボボトルっていうのも作っております。なので今回は山田正宗の本醸造酒を使っていきたいと思います。ではですね、まずですね、日本酒カクテル1杯目でございます。サムライロックでございます。まあ皆様ですね、まあそうだろうなと思ったと思います。もう日本酒確定といえばサムライロック。はい、でですね、サムライロックの何がいいかというとですね、簡単にできることです。もうそれにつきます。こちらをまず60ミリ入れます。で例えばですね、このままロックで飲んでいただいても、まあ、こう日本酒独特の香りが来て、まあ、苦手な方はやっぱ飲みづらいかなと思います。でここにですね、こういったライムジュースですね、こちらを10ミリから15ミリ入れます。ちょっと甘めがいい人は15ミリにしてください。あとはですね、こちらをただ混ぜるだけです。はい、ではいただきます。あ、美味しい。一気飲みやすくなります。本当に、ね、皆さんびっくりするんじゃないでしょうか。日本酒のですね、最初のうっとくる感じがですね、ライムによってですね、完全に抑えられています。そして後味が本当に爽やかで、いや、めちゃくちゃ美味しいです。あ、こんな美味しいんだ。本当原点にして頂点かなと思います。ジュース感覚とまでは言わないですけども、本当グイグイ飲みます。これはいいですね。これからの季節にもぴったりです。まずですね、この見た目もですね、非常に爽やかですし、口の中がさっぱりしまして爽快感があります。暑い夏にですね、こういったサムライロックって飲んでいただくと非常に美味しいと思いますね。騙されたと思って飲んでみてください。はい、じゃあ次はですね、とは言ってもマスター、ライムジュースを混ぜるだけではちょっとまだ苦手意識が消えませんという方もいらっしゃるかと思います。そういった方におすすめのカクテルがございます。酒カシストニックでございます。はい、まずですね、日本酒を60ミリ入れます。トニックを入れていきます。大体ですね、トニックと日本酒が半々ぐらいです。こちらはですね、軽く混ぜます。カシスですね、こちらはですね、軽く10ミリほど入れます。また軽く混ぜます。レモンを軽く絞ってあげてください。はい、出来上がりでございます。ではいただきます。お
味しい、めちゃくちゃ美味しいです。そもそもですね、酒トニックというのが有名ですね。ジントニックのジンが日本酒に変わった時ですね。でジンに比べて日本酒というのはそこまでアルコールの濃さとかパンチがないのでふわっとした味わいになってしまうんですね。ここでですね、ちょっと甘みをプラスしてあげることによって味わいにねすごい深みが出ます。酢をちょっと垂らすっていうのがねめちゃくちゃ美味しいですね。不思議なんですけどみずみずしい巨峰の味がしますね。カシストニックとかよりも全然美味しいですよ。はい、じゃあ次もですね非常に簡単なカクテルをご紹介したいと思います。まずグラス入れていただきまして、日本酒をまた60ミリです。意外に思われるかもしれないですけども、クランベリージュースが非常にあります。イーストウエストというカクテルです。半々ぐらい入れますね。意外な組み合わせかもしれないですけども、日本酒とクランベリージュースってねすごく合うんです。クランベリーの酸味とですね日本酒の甘みがですね非常に融合します。あ、美味しい。でもねこれちょっとパンチが足らないんですね。こちらアンゴスラビターズ、こちらを2ダッシュ1、2です。一気に大人のカクテルにいました。いろんな味がですねもうミックスされてですね結果美味しいとなります。日本酒とクランベリーがマッチしてこのアンゴスラビターズによってですね味がギュッと締まるんですね。いやでもこれ本当ね日本酒カクテルって外さないですね。本当に美味しいですよね。ちょっとテンションも僕も上がってきましたんで、ちょっと変わったレシピもねご紹介したいと思います。じゃあですねワイングラスを用意していただきまして、これを入れていきます。日本酒が60ミリでございます。今度はグリーンアップルのリキュールを10ミリ、ジョシーのアールグレーティーリキュールですね、こちらを30ミリ入れていきます。このねリキュールはですねミルクで割ってもジンジャーエールでも割っても万能ですので、ご家庭に1本お勧めしております。一体化させます。はい、ということでなんとこれをウーロン茶で割ります。普通のサントリーのウーロン茶とかでも全然美味しいです。こちらを混ぜてますね。こちらにカットレモンを入れていきます。絞らなくていいです、もう入れるだけで OK です。ではいただきます。と思ったかもしれないですけどね、めちゃくちゃ美味しいです。どれも邪魔しないというか、でね休日の午後とかに庭でね読書とかしながらねゆっくりこれを飲んでみていただきたいですね。日本酒のお米の味わいとほのかな洋梨とレモンの爽やかさ、あとですね紅茶の香りもねしっかりと堪能できます。はい、じゃあ次はですねシェイカーを使います。なごみというカクテルの簡単バージョンでございます。日本酒が40ミリでございます。はい、でこちらですね視聴者のジン様からいただいた梅木を使っていただきます。梅木を10ミリ入れていきます。牛乳ですね、美味しい牛乳を20ミリ入れていきます。バーテンダーの方はねメグミルク派が多いんですけど、僕はね美味しい牛乳をします。本来ですと抹茶のパウダーをスプーンで2杯分入れるんですけども、それよりもですね私美味しいと思うのが日本が誇るプレミアムシロップバツナギですね。こちらを20ミリですね。本当にこのシロップがめちゃくちゃ美味しいですよね。こちらをシェイクしていきます。はい、ではいただきます。美味しいです。ただですね結構日本酒は感じてしまうので、日本酒を感じるのが嫌な方はですねもうちょっと梅酒の量を増やしたりとかしてその辺は調節してみてください。非常に和を感じるすごくいいカクテルだと思います。はい、じゃあ次はですね東京ローズでございます。前回のですね夏に飲みたいジンカクテルでですねコメントで、あ、やばい緑を買わないといけないというコメントがたくさんありましたので、今回はですね日本酒と緑を合わせたカクテルを作っていきたいと思います。まずですねグラスの下にですねこういったチェリーですね、こちらを沈めておきます。日本酒を30ミリ入れていきます。緑を30ミリです。ウォッカ、こちらも30ミリです。30、30、30です。酒を酒で割るカクテルでございます。ちょっとこのレシピはきついなって方はですね全く同じ比率でですねウォッカをレモンジュースに変えていただきますと酒スリッパーというカクテルになりますので、こちらも覚えておいてください。ではシェイクしていきましょう。このね色のコントラストいかがでしょうか。きつっ、あ、やっぱいくらなんでもきついですね。はい、ということでねちょっと余計なもん挟んでしまいましたけども、最後のカクテルのご紹介でございます。お待ちかねフレッシュフルーツの日本酒カクテルでございます。季節はね初夏ということで、スーパーにですね今たくさん並んでいる果物を使いたいと思います。皆様大好き桃でございます。桃と日本酒合うんでしょうか。桃のカットを半分入れていきます。熟しててめちゃくちゃ美味しそうですね。いや、そうしましたらですねこちらを潰しますね。潰れましたら日本酒を45ミリ入れていきます。クレームドペシェ、こちらを30ミリ入れていきます。パッションフルーツリキュールですね、こちらをですね10ミリ入れていきます。あとですねパイナップルジュース、こちらを20ミリ入れていきます。スーパーのですね1リットル120円ぐらいのパイナップルジュースはあんま使わないようにしてください。300円台ぐらいのものを使ってほしいですね。はい、ではこちらをシェイクしていきます。このようにミントを飾っていただいて完成でございます。ではいただきます。あー美味しい。桃の果肉がすごいズズッと入ってきて、日本酒のね甘みとね桃がめちゃくちゃ合います。あ、これは
これ一番美味しいです。パッソアとパイナップルで味の土台ができています。日本酒の甘みと桃の香りがですねクスッと入ってきて、なんといっても果肉感、これたまんないですね。いやめちゃくちゃ美味しいです。これなんぼでも飲みますね。めっちゃグビグビいけます。本当にね美味しいトロピカルカクテルなんですけども、確かに日本酒も感じれるんですね。桃のね大きな果肉が口の中に入るのがいいですね。ぜひね桃今スーパーとかで安いですし、ぜひ作ってもらいたいですね。美味しい。あ、これ大満足です。はい、ということで本日は日本酒カクテルの講義をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。日本酒いったらですね冷やと熱燗でしょって思ってた方はですねちょっとね度肝抜かれたんじゃないでしょうか。僕もですねちょっとお恥ずかしながらですね日本酒カクテルっていうのはですねそこまで今まで真剣に取り組んだことがあんまなかったので、サムライロックからびっくりしました。酒カシストニック、これもなかなか美味しくて、クランベリウスのカクテルも美味しくてですね、唯一失敗したといったら牛乳を使ったナゴミっていうカクテルがちょっと薄かったのと、ナゴミはカネピスちょっと入れた方がいいですね。まあ東京ローズはね飲まなくていいですね。最後のねピーチの日本酒ネクターですか、衝撃的な味でした。日本酒とですねミクソロジーが出会うなんていうのはちょっとね予想しておりませんでしたが、日本の名産同士で、ね、やっぱ相性がいいのかもしれないですね。はい、ということでですね視聴者の方はですね北は北海道、南は沖縄までたくさんいらっしゃると思うんですけども、皆様の町にはですね必ず地元に根付いた日本酒の酒蔵っていうのがあると思います。この機会にですねぜひ地元の酒蔵に行ってみたりとかですね購入とかもしてもらってですね、ぜひ今日の日本酒カクテルを作ってもらいたいと思います。飲むきっかけっていうのをまず作らないと、もうそのまま飲むことないですから、これって本当にもったいないですよね。日本酒カクテルが入り口かもしれないですけども、そこからですね美味しさに気づいてどんどん消費していけば、日本のねお酒業界っていうのが全体潤いますので、まあ、僕はねそういったこともちょっとしたいなと思って YouTube をしているところがございますので、ぜひですねちょっと勇気を持って、まあ本当安いですよ。ちっちゃい瓶でしたらね本当1,000円ぐらいで買いますので、ぜひちょっとですね勇気を出して買ってみてください。美味しくなかったらですねコメント欄の方にクレームを入れておいてください。はい、ということでね本日の講義は以上になります。プロのお酒塾がですね毎週火木土曜日夕方6時から配信しておりますので、あ面白かったなとかためになったなって方はですねぜひチャンネル登録のボタンをお願いいたします。またですねこんなお酒作ってほしいとか、こんなお酒飲んでみたいって方はですねどんどんコメント欄の方をご活用くださいませ。ではですねまたお会いしましょう。ご清聴いただきましてありがとうございました。ではさようなら。